ブセフィラ・クランギュラ・ホウジロガモは、カモメカモカに分類される鳥類の一種である。和名の由来は、頬に白い模様があることによる。学名のうち、俗名、ブセフィラは、アレクサンドロス三世の馬の名前から付けられたもので、種小名クランギュラは、やかましく騒ぐことを意味する。北ヨーロッパからシベリア、カムチャツカまでのツンドライナンの森林、南は、ウスリーで繁殖し、 地中海やペルシア湾、日本、中国南部、朝鮮半島などで越冬する旧北区亜種と、アラスカやカナダで繁殖し、アメリカ中部などで越冬する二北区亜種に分けられる。日本へは亜種ホウジロガモが冬鳥としてトライする。北日本に多くトライし、本州中部以南で観察される個体は多くない。全長はオスで約46センチメートル。 死ゆとも他のカモ類と比べて、体の割に頭部が大きく見える。オスは頭部が緑色の光沢のある黒色で、顔の前面に丸い白斑がある。背は黒く、胸、腹、お葉は白い。メスは頭部と背は褐色で、体下面は肺褐色。顔の白斑はない。4月から6月にかけて繁殖する。繁殖期は森林体の皮や湖障に生息する。 越冬時には群れを作り、内湾や港など波の静かな海域に生息する。河口や内陸の湖沼に入ることもある。潜水して、甲殻類やイカ、海類などの軟体動物を捕食するが、魚類や水草なども食べる。繁殖形態は乱生。軌道や地上の穴などに枯れ草や羽毛を敷いて餌草し、同じ場所に繰り返し餌草する。一腹の産卵数は7から11個。 放卵、育数は、メスが行う。放卵日数は27から30日で、ヒナは約60日で親から独立する。オスは、繁殖期に、ギーニッギーと濁った声や、クイリークと鳴き、頭の羽毛を膨らましたり、頭を曲げ伸ばしする求愛ディスプレイを行う。禁煙種の北宝次郎が元は、オスの求愛ディスプレイの動作や鳴き声が、明らかに異なっている。 そのせいか、本種と北宝次郎がもは分布の重なりがあるにも、かかわらず、自然界での雑種の報告は、ごくわずかしかない。以下の二亜種に分類される。ありがとうございます。